皆さんこんにちは。広島東洋カープでベテラン内野手として活躍しており、広島カープの仕事人との呼び声も高い植本隆選手。3月29日のプロ野球開幕を控える中、3月27日夜、記者の突撃に対して不倫の事実を認めたことが話題となっています。今回は植本隆選手の不倫や妻、家族について深掘りしていきます。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。植本隆選手は1990年広島県生まれ、阪神の植本弘樹選手の実弟にあたります。兄である植本弘樹選手の影響を受け、小学校1年生の時から松永ソフトボールクラブでソフトボールを始めました。中学生時代は地域の軟式野球クラブ松永ヤンキースに所属し、1年秋から遊撃手、2年秋から捕手で横浜 DeNA ベイスターズの太田大志選手とバッテリーを組んでいました。3年時には西日本大会準優勝を果たしています。広陵高等学校では1年秋からレギュラーを獲得し、2年春、夏、3年夏の3度甲子園に出場。2年時に1学年上の野村祐介選手、小林誠二選手らと共に選抜でベスト8、夏は決勝で敗れ準優勝となりました。ちなみに同じ広島カープの中村翔成選手は広陵高等学校の9年後輩です。高校時代から巨人、中日、広島などプロ7球団から注目されていましたが、志望届は提出せず、兄植本弘樹選手と同じ大学で比較されるのが嫌なのと、先輩野村祐介選手がいるという理由で明治大学進学を選択したのだそうです。明治大学卒業後は2012年ドラフト3位、契約金7000万円、年俸1000万円で契約し、広島東洋カープへ入団しました。プロ入り後は主に守備固めとして起用されるに止まっていましたが、2022年に8番中堅守で自身初の開幕スタメンを勝ち取り、10年目の大ブレイクを果たしていました。明るい性格でムードメーカー的存在で、ヒーローインタビューに上がった、チームメイトに水をかけたり、広島主催試合で雨天中止となった際、選手のモノマネをしながら打席に入り、ダイヤモンドを一周してヘッドスライディングをするなどのパフォーマンスをするのがファンの間ではお約束となっています。そんな植本隆選手は2014年にフリーアナウンサーの中原恵美さんと結婚しています。中原さんは広島のローカルテレビ局である RCC テレビにアナウンサーとして入社、恵美之助という愛称で様々な番組で活躍されています。お二人の馴れ初めについては、妻の中原さんが2019年12月7日放送の RCC の番組街頭 TV 出没ひな壇壇に出演した際語っていました。中原さんが先輩に誘われていった植本さんの誕生日会で初めて出会った2人、当時植本隆さんには彼女がいた上、接点がない2人はあまり話すこともなく、その場では一言ほど交わした程度だったそうです。しかしその後どのタイミングで連絡先を交換したのかについては不明ですが、2013年から交際がスタート、その1年後に結婚しています。結婚後植本隆選手は、責任が増えることは理解している、ただ結婚したから頑張るんじゃない、野球選手なんだから頑張るのは当たり前と語っていました。妻の中原さんは自身が担当する RCC テレビの番組今生見て結婚を報告。その際中原さんは植本隆選手の好きなところを優しいところですと答えていました。中原さんはアスリートフードマイスター3級の資格を所有していることから、野球選手の妻として植本隆選手の食事面もしっかり支えていたのではないかと思います。お二人の間には長女と長男、計二人のお子さんがおり、妻中原さんのインスタグラムには可愛らしい二人のお子さんの写真も投稿されています。現在8歳になる長女は RCC テレビの復活恵美之助の子連れ女子旅神楽ロードを行くという番組に中原さんと出演されています。また2023年の広島テレビ開局60周年記念ダンスでつながろうプロジェクトにも参加し、2024年3月9日に行われたオープン戦ではお父さんの植本隆選手を応援する可愛らしい姿を見せてくれました。このオープン戦には2歳の長男も一緒に応援に来ていたようです。長男についてはメディアへの出演情報はなく、顔も非公開のようです。そんな幸せそうな家族に見えた
上本隆選手ですが、3月27日に不倫していたことが発覚します。記者から、この写真を確認してほしいのですが、上本さんと B 子さんですよねと尋ねられると、はいと答え、続けて記者から、お互い不倫だと理解した上で関係を持っているということですねと尋ねられると、そうですねと苦笑いを浮かべながら不貞の事実を認めたそうです。上本選手が一般女性の B 子さんと不倫関係に陥っているという情報が浮上したのは今年3月のこと。そして3月27日の夜、週刊誌の記者は神奈川県の有名焼き鳥店に茶髪でミニスカを履いた桐谷美玲さん似の B 子さんと2人で現れた上本選手を直撃、2人の関係を聞いたところ、先ほどのように不倫関係を認めたのです。3月29日に開幕するプロ野球、昨年セントラルリーグ2位から巻き返しを狙うのが就任2年目の新井貴浩監督が率いる広島東洋カープです。スポーツ紙の記者はこのように話します。27日にはリーグ優勝と日本一に向け、新井監督や選手、球団スタッフが広島護国神社に必勝祈願に行きました。その後、選手たちはマツダスタジアムで開幕前最後の練習を終えた。新井監督は地元テレビ局のインタビューに答え、いよいよ明後日から開幕します、楽しみに待っていてくれたファンの皆さんも多いんではないでしょうか、昨年以上に私たちは皆さんを大いに楽しませたいと思いますので、1年間どうぞよろしくお願いいたしますと抱負を語りました。そんな新井監督が今年さらなる飛躍を期待する選手が上本選手なのです。選出の記者は、新井カープに欠かせない超ユーティリティープレイヤーが上本です。昨シーズンは84試合に出場し、打率トットに5球64安打1本塁打17打点8盗塁、プロ11年目にして2022年シーズンに続く好成績を残しました。84試合中67試合でスタメン出場、捕手、一塁以外全てのポジションを守った。打順も初めて4番を任せられたほか、1番から8番で先発出場、代打成功率も4割6分7厘と高く、与えられた仕事を確実にこなす仕事人です。昨オフには1200万円アップの年俸4100万円で契約更改、今年はチームの中心としてさらなる飛躍が期待されますと語りました。開幕前の大事な時期に不倫というスキャンダルが発覚した上本隆選手、仕事人として監督やファンからは活躍が期待されていただけに残念に思います。また妻の中原さんや2人のお子さんたちのことを思うと心が痛みます。今後の対応や試合への影響について注目が集まっています。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。